皆さんこんにちは、えー、ピアノ教室応援コーチ星名よくです、えー、この動画はですねコミュニケーションのプロが教えるお家での家庭練習のポイント、えー、そんなことをねお伝えさせていただきますまずはじめに私のことをねご存知でない方もいらっしゃると思いますので簡単に自己紹介をさせていただこうと思います、えー、私は星名陽子、えー えー、今はですねあのピアノの先生の専用のコーチということで、えー、コミュニケーションのねやり方とか、まあ、ちょっと経営の方なんかもお携わってですねピアノの先生たちのサポートをしておりますですが、えー、私の前職というか今もそうなんですけども音大卒業してからずっとですねピアノの教室をですねもうかれこれ二十何年やっております今もして、えー、いますまあ、ちょっとね今ピアノ先生たちの,あの サポートの方があのボリュームが大きくなってしまったの。ピアノ教師の方はですね、まあ、少しだけね、あのピアノ、えー、教えるの好きなのでね、まあ、そういうところでやらせていただいてます。で、えー、この動画はですね、今度はですね、あのあまあそう,そういうとことであのコミュニケーションのね。えー ことをあの私は全国のピアノ先生に教えてるんですけども、まあ、あの福岡の方で今度あのセミナーをするんですねピアノ先生たちに集まっていただいてセミナーをするんです。であのー、まあそれはピアノ先生にね直接お伝えすることなのでこちらはですねそのピアノの先生のところにいらっしゃってる ごこれも特別の特別に作成しておりますあの。そのセミナーに来たピアノ先生にしかお渡してなくてあのそのピアノ先生の生徒さんしか見ることができないですねまさにちょっと有料級の動画ですので是非ですねあの参考になさっていただけたらいいかなと思います。 はい、えー、私はですねその12年前にあのコーチングのプログラムを、まあ、あの受講したんですね。でそれから、まあえー、そのスキルを使ってあのコーチングっていうことで、あのー、クライアントさんの目標達成をしたりまたそのコーチングのスキルはこれはちょっとピアノ先生使ってもらったらいいんじゃないかということで、まあ、全国ですね年間50回ぐらいセミナーにいろいろね、えー、北は北海道南は福岡、えー、福岡。福岡 まあ,あのそ,その辺までこうあのねがらねじいってるんですけども。えー その12年前ねとなんで私がそのコーチングのプログラムを受講したかっていうのをちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけど実は私その当時小学校1年生と小学校3年生の,あの息子のねお母さんでもありましたでその時にやっぱり自分の子供ってね もうほら自分で育てるしかないからすごいそのどうやって子育てしていいかすごくこう悩んだ時期があったんですねピアノ先生なんでそのピアノを通してのことはできるんだけど純粋にその子育てっていうのはやっぱりちょっとなかなかねどうやったらいいか分かんなくってすごいこう悩んでいたわけですよ。でこのプログラムがあることを知ってあこれ子育てにいいんじゃないの コミュニケーションだからね、子育てでいいんじゃないかなちょっと受けてみたいなっていうことで,であの受けてそれスキル身につけたらピアノ教室にもね使えるじゃんっていうことであの12年前にね受講したんですで、えー、まあそれでご縁があってもお仕事をしてるんですけども、えー、当時ですねその小学校1年生とね小学校3年生の息子をねピアノを習ってたんですよ。 で幼稚園の子ら2人ともまず私がねあの、まあ、ピアノ先生だから、まあ、その教えることはできるしと思ってでまだ素直なねちっちゃい頃男の子って、まあ、なんとか、まあ、言いくるめられるというかだったんですけどだんだんこう大きくなるとかいろいろ自分の考えを持つようになってねかちょっと衝突したりとかあの喧嘩したりとかねお役けんしたりとか、まあ、あったわけですよ。でそれで あのその時にね、えー、ああやっぱちょっと何かコミュニケーションのスキル持ってると、あのー、いいなと思って、えーまあ、その時のね、えー、自分のあ子供があが実際ね、えー、ピアノ習ってで、えー、と小学1年生その,その頃には。 その子供たちは別な先生のところにねあのお任せして、えー、私もレースについていってふむふむふむと「ああこうやって教えてくださるんだ」でじゃあ宿題ね」って言って「はいわかりましたじゃあ練習させてきます」って言って家に帰ってその1週間ねこれは私が、ね、見なくちゃいけないじゃないですか。この時に初めて「いや分かったんですよもう本当に皆様の苦労が」 お母様お父様のそのお家でね子供さんのこう練習に関わる苦労、まあ、が見えてあこれ大変だなとあのピアノをねあの1週間に1回私が生徒さん見るのはあのそれとはその時はあのね、えー、いいんですけどそのお家にへ帰って1週間毎日毎日ピアノ練習させるっていうのはあこれ大変だなとあの本当にですねあの分かったわけですよ。 なので、えー、その時のね経験も踏まえて、えー、コーチングのプロが教える家庭、えー、ピアノのね家庭練習のポイントをこの今からね、あのー、少しお話しさせていただきたいと思います。はい、えー、いろいろですねピアノの先生や直接ね自分のフピアノの教室の父景やまたあの 全然関係ないお友達でねピアノ習ってるお母様なんかに聞くと皆さんこういうことをおっしゃいます。もう全然家でで練習しないんですよとかね <laughs> あとはムラがあると練習する時はあのするけどもうしない時もあるとねあのもうでやっぱりあの1週間ねあの1週間前とこれで全くそのピアノ弾かないでレッスンに、ね、連れてくのは まあ、まあせまあ、私も先生という立場もあるから、まあ、それは、まあ、やっぱ困るな、みたいなね。やっぱちょっと練習しててほしいし。で、お母さんも練習させたいし。っていうことで、すごい真面目なお母さんだとね、こう、あの、まあ、ちょっと、子供さんにね、練習しなさいっていうことで、やっぱこう、キリキリ言ってしまって、まあ、それが原因でバトルになるとね、もうピアノのせいでバトルが絶えませんみたいな、こう、あの、まあ、そういう愚痴みたいなのがね、あの、いや、まあまあまあ、おわかります、わかりますっていう感じでですね、 まあこれ全国的にもうこれじゃどうしたらいいかっていうことでね、あのー、参考になるお話をねこれからさせていただきたいと思いますはい、えー、今からですね皆さんにちょっとね、えー、イメージをお伝えしますねあこういう状態っていい状態だな、まあ、ちょっとまずねイメージ先行でちょっとイメージの方をお伝えさせていただきますね えーまあ、レッスンの方は私たちに任せてほしいんですけど、まあ、レッスンとレッスンの間の1週間ねあの、まあ、あのいい状態っていうのはまず1、えー、お子さんがすぐじゃなくていいですよあの未来のイメージこうなったらいいなっていうイメージです。あの1まずお子さんが目標意識目標設定っていうのがあのちゃんとお設定できている状態。ね、目標が 設設定定でできてできててるる目標が状例えばじゃあ1週間、えー、この楽譜もらったじゃあ1週間の間にこうなってこうなってこんな風になってじゃあ先生とか持ってったらいいなこのぐらい上手になって持ってけたらいいな、まあ、分かりやすく言うとじゃあ楽譜もらいましたじゃあ、えー、新しい楽譜ですじゃあ最後まで、えー、とりあえずたとたとでも弾けるようになってたらいいなとか、ね、あのそういう,う目標設定が できている状態理想ですよね、1番で、2番は、えー、だ行動設定ですねあのちょっと難しい言葉あの使うと子供さんにそ言わないでくださいよあのお母さんとお父さんに似てますからね今行動設定じゃあ毎日何時間何時間何十分でもいいです何十分できたらあのこれが、えー あのその未来にね、えー、一の未来が到達できるためにじゃあ一日30分私は練習しようとかいやちょっと頑張って一日1時間練習しよういやもうとにかく1回は弾こうとかねあの、えーまあ、じゃあ5回ぐらい弾こうかなみたいなね行動設定ができている状態2番ねはいで3番は、えーまあ、時間ですね行動設定じゃあ何時から何時でここの,あの練習したらいいかなまあ,あの子供さんだからイメージあその しっかり時間じゃなくてもいいですけどじゃあ学校帰ってきてまず弾いてでお友達遊び行くかないやいや学校から帰ってまずお友達遊びに行きたいじゃあ帰ってきて帰ってきてじゃあその後宿題やってじゃあその後ピアノしようかなみたいな、まあ、この時間のね、えー、目標あの,の時間があのイメージできている状態3番ねそして4それに対してちゃんと行動が伴っている、えー、状態 何時になりましたじゃあ私はその自分がも決めた目標を何回やろうみたいなね、えー、ね感じです。で実際5番でそれをやったあ今日できたすごい私いやいや今日はちょっとああの時間が少なくなっちゃって本当は5回の設定だったんだけど4回しかできなかったなじゃあ明日はちょっと頑張るかみたいなね、まあ、振り返り。これ今12345これ皆さんどう思います いや無理無理できないできない。ねあのすごい今言ったのは超理想形ですこのこの語がいきなりできる子はいません。もしこれが今大人の方がね大人の方もピアノ習うってあの多いんですよ。これ大人の方だってできてません。 ね、だからお家でお母さんがねもううちの子おおであで家でもちゃんと練習してほしいわっていうこと自体がものすごく理想の高い状態なんですよわかりましただから皆さんが「もう全然うちの子全然家で練習しないですよ」って「いやそれは当たり前ですよだってまだお子さんでしょ?」。いやそのの状態っていうのはもう本当に大人 の人でその今から123、45がバッチリできている人の方が珍しいですか？っていうわけなんです。なので、皆さんは家でうちの子レアスしないんですって、あの怒りたくなるんですけど、それ,それこそすごい。あのハードルの高い状態だっていうのはまず知っておいてほしいんですね。はい、でもやっぱりお家で練習してきて、えー、お互いに欲しいですよね。先生も。 お母様もね。だって練習したら上手になりますもんあの分かりやすいんですよ練習したら上手になるんですねじゃあその1から12345その理想に向かうのに何かちょっとでもこれからね何かちょっとでもお母さん側でお父さん側でできることを少しお話しさせていただきますねはい、えー、まずですね1はですね声かけなんですよ声かけ 一二三四五ってありましたよね。えっとど、どうなりたいの、ね、あの、まあ、この。学部もらってきて、じゃ、あこの一週間でどんなふうになりたいのかな。こうか声かけですよね。まあ、あの、今、まあ、えー。専門用語で言うと、今のはどんなふうになりたいのかな。は、まあ、質問なんですけどね、ねそういう声かけ、あの。 まあ、ちっちゃくってお母さんの方があ今週1週間楽譜全部最後まで読めるようになったらいいよねっていうのもあ,のありです。あの今そのスキルでねちょっとスキルまだお伝えしてないので、えー、本当はまあ質問とかがいいんですけどあのそんなことあんまり考えなくていいですから、まあ、お声かけで1番が少し明確になるといいですよねあのお子さんのね。1週間どうなったらいいのかな、ね、で2番目は行動設定って言いましたよね。だそのためにそのためにどのぐらい 練習したら、そういうい状態に近づけるか。例えばあのそれも質問で聞いてもいいですよね。ねえねえねえじゃあ,あの毎日どのくらい練習していこっか、ね、でもいいしもっとちっちゃいお子さんだったらじゃあさああの、えー、と毎日、えー、このぐらい練習するときっとこんな風に上手になるからじゃあ1日5回とかやってみないみたいなねやってみないっていうのはですね、まあ、提案って言われるんですけどね。あと、まあ、でちょっとまとめて言いますけども。 提案ししたたりり質問したりするといいですね。で、3番目は実際それに行動をあと時間ですね時間。えー、まあ,あの年齢にもよりますけどもできればですね学校教育で時計が習う時計のことを習う算数でね習った年代の方は時間は、えー、意識してお母さんの方が。 時計を習ったことのないい方にはい,いと思いますよ例えばご飯の後とか、えー、お風呂の前とかね6時のテレビの後とか,なんかそういう分かりやすい区切りでいいと思うんですけど時間時計が学校教育で、えー、お勉強なさった、えー、学年の方はあのー、お勉強の、あのー、復習にもなりますからね時間時計を見る習慣をつけるといいですね。 お子ささんに時計見さして2人で,で、ね、今あ「学校から帰って3時だよね」えー、でこれからどういう予定でいでくのって言って「僕遊び行きたい」って「何時頃帰ってくんの?え」っ5時かな?」とかまあそれはあの、ね、皆さんの,あのあ「じゃあ5時」「じゃあ時からお母さん6時半ごろご飯出そうと思うんだけどじゃあ5時から6時半あの、えっと、学校のお勉強とピアノの練習、まあ、どこでやる?」みたいなねそんなふうに。あの そういういの時間の把握なんかもさせるのいいと思いますね。そして実際4はですね実行,実行させるんですね実行っていうのは今皆さんもう理想だと思うんですけどね目標があって行動設定があって時間の把握なんかがあってこれを実行させるのがやっぱり一番大変ですよ。私も自分の,あの 子供を見て,て思いましたなかなか動かない子もいるしちょっと反発する子もいるしやっぱり目先の楽しいことにあの気がいってるとそのピアノっていうことにねいかなかったですだからここも「声かけなんですよねあっお約束の時間になったよ練習してみない」でここであの多くの方はバチバチってね喧嘩になっちゃったりすると思うんですけどでもこれもあの喧嘩もねありだと思いますよ。こう ちょっと今日は甘めに提案してみようとか今日ちょっとあのきつくねきつくっていうかあのしっかり言ってみようまあそういった日々のことですからあのこうねか、えー、取りですかねをちょっとこううまくやりながらやってもいいと思うんですけどやっぱりここでも声かけ大事になりますねで最後、うん、本当は大人だったらあの別に誰に何されるわけでもないから自分で本当は振り返りをした方がいいですね今日はどのくらいやったかなみたいな。 ここでお母さんが上手に振り返させるといいですよね。この時ですよ。振り返りで大事なのは前、前次の行動に持っていくような振り返りがいいですよね。はっきり言うと、ここであのー、くじいじゃダメですよ。あのー、子供が頑張った。 何かできたほんのちょっとでも何か動いたらそれやっぱ積極的に褒めるといいですねあ今日はあの何時から、ま、あの目標はまあこうだったかもしれないけどこれもちょっとい回外してね目標は30分練習するが目標だったかもしれないけど実際やってみたら10分しかやんなかったとその時に多くのお母さんは「30分って言ったのになんで10分しかやんないの!」みたいな「わかります」かります。それはお母さんのの気持ちの 単なる解消でそれを言いたかっただけなんですけど言いたかっただけなんですよでもそこはですねちょっと一歩置いてここで目標はお母さんの気持ちの整理じゃないですよねここで目標は子供さんの前向きな成長だったり前向きな前進だったりするわけじゃないですかだからこれやっぱりやったことはまず褒めますよねあ10分できたねでいいですよ そんなにあのいっぱい褒めなくても、ね、10分引けたねあ今日はここのところ一生懸命練習してたねこう振り返りね振り子供が自分で「あ私こういうこと今日練習したのか」っていう振り返りができるように言葉がけをしてあげるといいと思います前向きなね。 でえ今ずっと1,2,3,4,5の中で実は、えー、コーチングのスキルがいっぱい入っておりました。えー、褒めるなんていうのはまあ、承認って言ったりしますけども、声かけも提案なのか質問なのか質問というのもちゃんとスキルがあるんですね。で今度あの福岡でのピアノ先生のセミナーではまあ、聞くというスキルと承認というスキルと質問というスキルをあのお伝えしますのでぜひですねあのピアノ先生にあの。 アドバイスいいいたらいいですよあのあのお伝えくださると思うので、はいえー、今ざっとね流れに沿って声かけということで、えー、あのしてきましたでここがポイントですそもそもこのコミュニケーションは何のためにやるかということなんですね何のためにやるかもう一つは行動をさせるためのコミュニケーションでいいと思います実際練習してて上手になって ねえー、それが、まあ、習慣化してこれは行動ののためのコミュニケーションですよねところがですねそれよりももっと大きな目的があるんですよこれは多くのお母さんたちがちょっと行動にば行動させる行動させる、まあ、練習させる練習させるですねここにばっかし気持ちがいてですねこの大事なポイントが抜けちゃってるんですけどこのコミュニケーションの大事なポイントはですねここですモチベーションなんです。 モチベーションをどれだけお母さんが子供さんとのコミュニケーションの中でモチベーションをキープもしくはモチベーションアップできるかで大きく変わってくるんですね。ということは何をしないでほしいかっていうとモチベーションダウンをししないで欲しいでですよ。モチベーションンダウンは何がいけないかと行動のダウンにつながるんです。モチベーションのダウンは行動のダウン。だから、えー モチベーション下げたら、練習余計しなくなくると。いいですかだからモチベーションはもしお子さんがいい状態だったらキープもしくはお子さんがちょっとモチベーションが下がってたらモチベーション上げる上げてから行動ですモチベーションダウンしたまま行動な上げるっていうのはですね一瞬は効くんです例えばめちゃめちゃ怒るとかで「何あんたやってんの今,今すぐやらないとご飯あげないわよ」みたいなは一瞬は渋々でやりますけど 皆さんそれやられたらどうですかずっとし続けないでしょ習慣習慣化しないでしょあのもうその時だけいや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 やるっていうのはいいことないんですねなのでモチベーションは維持かアップダウンさせないダウンしたったら行動が止まるんですそれは私が散々やってみました 子供はですねコンクールチャレンジするのに焦るわけですよ。もうなかなか練習しな,ないみたいなそうするとうわーってやるわけです。で結果何が起こったかっていうと子供がのモチベーションがガーンって下がって「もうやりたかね」みたいなですね「やっちまった」みたいな「余計なことしちゃった」みたいなです。でもうそ,そうなったら今度は練習どころじゃないですね。モチベーション上げけるのにもう大変ですよ。 あのいや頑張ってるよねみたいなんですね今まで頑張った頑張ったみたいなもうやってるんで、ね、みたいななっちゃってたらあのなかなか次に行かないのでいいですかまず、えー、モチベーションっていうことにね皆さんお子さんのモチベーションっていうのをよく観察するといいと思いますねはい、えー、それでですね3番目は、えーま、マネージメントっていう言い方しましょうかね マネージャー皆さんおかマママネージャーパパマネージャーマネージャーっていうのは、えー、マネージメントっていうのは、まあ、うんこの言葉が合ってるかどうかは分からないちょっと管理管理、まあ、その状況を、ね、しっかり把握して管理するという意味合いがこうちょっとあると思うんですねなのでお子さんの状態を管理するマネージメントマネージャーそれは皆さんのお役割だと思うんですね分かるんですよあの お仕事してて忙しいともそんなことやってらんないから勝手にやってほしい思うんですけどもあのすごくすごくやらなくていいです。例えば皆さんのできる範囲でいいのでお子さんの様子をやっぱりこう見てあげるうー、うん、この言葉が合ってるかわからないですけど、うん、ちょっとですね、うん、いい意味でのいい意味でのね見張り役をやっぱりお母さんとお父さんにお願いしたいと思います。あのあちらちらと見た例えば まあ、お仕事でね忙しい方はあの子供さんが実際家でね練習してるかどうかわかんないじゃないですかでも帰ってきたらやっぱり「今日どうだったお母さん帰ってくるまでどんなことしたの?」とかねちょっとそう言ってヒアリングしてみる。ということで、えー、あの練習したのかなみたいなねあの全然できなかったあそ,かそかっかそっかということでさっきのねじゃあ今週どういう風になっていたいのかな目標設定。 ね、じゃあそのためにどういうどんなふうな練習したいと思うかな行動設定で、えー、この時間の把握ですね時間のスケジューリングですねじゃあ何時か何時まで練習できるといいかなみたいなねで実際じゃあ,、まあ行動しようってことであと振り返り、まあ、これをですね毎日毎日しっかりやらなくてもいいですよあのお母さんの、えー、ボリューム感でいいので、えー、で,できればそういうことでですねあのちょっとマネージャー役になってね ちょっと軽く見張り役になってですねあの、えー、いい見張り役でいいマネージャーさんであのやっていただくとお子さんはやっぱりですねいいアイドルにはいいマネージャーつけますよね。ねあのやっぱりアイドルが良いパフォーマンスを発揮するにはやっぱりマネージャーの質って大事,大事なので、えーね、あのお仕事をしててちょっと大変だわっていう方はその中でいいですから。あの やれる範囲で,いいですす、ね、すちょっっとととででねあのそういっあい,といいといいたた視点見てだく思ますで最後の最後これはもうねあのこれもう究極のポイントです。これ,これがうまくいったらもしかしたら今の12345お母さんがやらなくてももしくは12345、えー、に対してその声かけとかね、えー、声かけとかモチベーション上げとか、えー、そのマネージメントとかしなくても。 できる最高のポイントがあるんですよ。これは子供さんがピアノを好きでいること、これです。好きこそ上手なれ。好きな子はそんな目標設定や行動設定や時間設定とかで、ね、しなくても好きに弾いてるんですよ。だからもしもなかなかそういうこうラインでむずあの難しい方はお子さんをピアノ好きにし,してあげてください。 ピアノ好きになな、るようなあのそれもあの持ってき方ですよねいやーピアノあの楽,し楽しそうだなお母さんもやりたいな」とか「えなんとかちゃんピアノすごいきいてお母さんも羨ましいわ」みたいな、まあ、お母さんはピアノやってるね聞いたことのある方だったら「たらうわすごいあのピアノ弾くの楽しいよね」っていうその楽しさをですねどん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 こう拡大してあげるともう楽しいいるんですよ。そのあの きちんと、ね、こう練習そのさっきみたいな習慣化で上達することあもうこの子めちゃピアノ好きなんだなってお母さんが「いや先生ねもう本当に何も言わなくてもうちの子練習するんですよもうピアノ好きで好きでしょうがない好きで好きでしょうがない」っていうお子さんは今の使わなくてもずっと弾いてます。ただ ピアノの先生ややお母さんがやって欲しい練せん。<laughs> 曲もねなんか3冊テキストもらってもその好きな曲ばっかしやってますっていうあのお困りもあるかもしれませんけど好きピアノ好きっていうのも最大のですね、えー、ポイントなので是非、えー、ですねあの子供がピアノ好きっていう気持ちをこうねあの膨らませられるようなあのお声かけやねあの えー、そういった関わりをなさってくださったらいいかなと思います。はい、えー、それではですね、今日はコーチングのプロが教える、えー、ピアノの家庭練習でのねポイントについて、えー、お伝えさせていただきました。